吉川博恵子紀子、こちらはですね、東泉寺さん、岩国東泉寺にある、博恵子の墓所になります。下に吉川家歴代の、岩国領主、岩国藩の、領主様の墓が歴代揃ってるんで、すごいそちらが圧巻だったんでちょっとびっくりですけど、博恵子はですね、その奥の山側の一番、東側にある感じですよね。こちらが碑になります。墓碑っていうんですかね、五輪塔ではないんですけども、五輪塔はどっちかというと綺麗な五輪塔はですね、江戸時代というか、大正昭和と後の時代にちょっと直したものが多いんですけど、こちらは、少し古い感じがしますよね。吉川博恵子のお墓になります。こちら墓所が東泉寺って書いてあって、お寺の中にあるイメージですけど、去年65、こちらの吉川家墓所に統一されてまして、こちらにありますよね。金光院殿、改名と没年、1625年の、9月25日、65歳ですから、当時としてはですね、結構長生きした方だと思います。まず吉川博恵子についてはですね、一言で言えば、関ヶ原の前後に大活躍してですね、武将としてももちろんなんですけども、知略、を用いてですね、毛利本家の、お取り潰し、改易を免れたと、それに尽力した武将であると言えると思います。吉川家、小早川家はですね、説明するまでもなく、毛利本家、開祖毛利元就公がですね、作った毛利両遷体制の、一つを担うという、主に吉川家はですね、もともとはこの広吉公ももちろん吉川出身というか毛利の出身ですので、よしという形になりますけども、海側というか山陰山陽両線でやってたんですけども、どちらかというと、吉川というのは、山陰側、を、支配してたというか、特に合算戸田城ですとか出雲とか、そちらを中心に、活躍した武将で、小早川家の方の、ですね、三原ですとか、どちらかというと山陽道、瀬戸内の方ですね、もしくは四国九州と、そういった方を、管理していたというか治めていて、毛利本家を支えると、郡山城だったんですけど、後に広島に移ってますけども、現在ある広島城ですよね、そちらの方に降りてきて、そこを中心に、毛利、8カ国、121万石の大長大名ですよね。前田家をもしのいでた時期もありましたんで、前田家の100万石というのは後の話ですからね、120万石以上、持っていたのは毛利家のみになります。その毛利家を先ほど救ったと言いましたけども、広恵子はですね、戦国時代の大名でもあるんですけども、先ほどみたいに65歳までというちょっと 長生きというか長めに生きていてですね、それなりに活躍した武将ということになりますので、ちなみに毛利、元就公というか高元公ですね、と主に照本公に仕えた武将になります。でこちらの岩国の領をもらっているんですけども、父はもちろん吉川元春公、母は、熊谷信沢の娘で新潮の局って言われている方です。大河ドラマなんかでもね、いろいろ噂されますけども、美女ではない方の姫になるみたいですけどもね、それだけ元春公の、いろいろあったみたいですけど、今この下にですね、元春公のその自公院って名乗り、改名ですけど、そちらの方にも、あります。お墓がありますので、そちらも先ほど写しましたのでご覧ください。で、正室のですね、例の教諭の浮田直家公の、娘になります。で子供が、こちらの岩国の領主になります広政公、その孫は先ほど話した広義子になりますよね。当時はいろいろなことを言われてたんですけど、大阪に入ったりしてですね、かなり、活躍した武将になりまして、こちらに入ったものですね、本当は吉川家っていうのは元長公というのもいたんですけども、いらっしゃったんですけど、元長公はちょっと早めに亡くなってしまったんで、本来長男の長男という感じではなかったんで、もしかしたら後継にならなかったかもしれないと、そういう武将の一人になりますよね。お家の広という字をいただいて広家公と名乗ってますけども、九州の方とかですね、いろんなところに従軍して、
戦ってますし、まあ、秀吉のこのですね、養生も後でいただいているような感じになりますけどもね、まあ、秀吉からも、まあ、小早川高垣公と一緒でですね、まあ、ちょっと直視にならないかというようなお誘いもなったのかなかったのかちょっと分かりませんけども、はい、で合戦戸田城に入りまして、まあ、三一方を治めるんですけど、まあ、およそ14万石という、大名としても大風ですよね、大きな大名になったということで、まあ、高垣公が亡くなってからが非常に、毛利家が窮地に立たされるという形になりますよね。まあ、一番はまあ、三原当時ですね、高垣公のいたところですね、まあ、秀成公っていたんですけども、そちらに、まあ、独立した大名ということでですね、配分とかがいろいろ問題になった事態もあったんですけども、ですから毛利宗家を別に裏切ったわけでもなく、まあ、結果的にはその120万石がですね、2カ国30、まあ、後に37万石ですけど、まあ、それは原報ですけど、原風なんですけども、それはもうそれで助かったと、本来は取り潰しですよね、まあ、徳川としては潰した家の一つではあったとは思うんですけどもね、まあ、名門であるということと、まあ、元は同僚、しかも、当時は五大領の、家康公を除けば筆頭と、しかも大阪方の、西軍の総大将という立場もあったんで、そう潰してしまってはですね、他の大名への、まあ、他例えば島津ですとか、前田ですとか他の大大名伊達にしてもですね、そういったことへの影響も踏まえてですね、まあ、取り潰しはしなかったと。ただそのために本蔵した、広栄公っていうのはですね、まあ、要するに駆け引きをしたんですよね、徳川方につく、西軍方につくつかない、中立のような、東軍のような内容的には、まあそうですね、小早川秀明公とはまたちょっと違う意味で、毛利宗家、まあ、でもね、西軍の総大将になってましたからね、本来はそれで取り潰すという。で、どうやら家康公としてはこの広家、要するに吉川家を残そうと考えてたみたいですよね。まあ、上杉で言ったら直江家とか、龍造寺家で言ったら鍋島家とか、その、まあ、筆頭家老というか、一番の家臣にその家を与えると。ですから、ただそれは高元就公の、会社元就公の意思に反するということで、やっぱり宗家を守ると毛利の家名を残すことを第一に行動してたと思うんで、そういう意味ではですね、もしかしたら吉川家亡くなってたかもしれないと、そういう中でもですね、奔走したということで、私はその部分については非常にもうそれが一番の評価だと思います。武将で勝った負けたというよりも、その戦の勝ち負け勝敗はもう関ヶ原はもう明白なんですけども、やっぱりその前後ですよね、家康公、徳川家に対してどういうふうに行動するかと、まあ、慎重に慎重に動いて、結果だと思います。それで、毛利、萩、まあ、後山口ですけど毛利藩が残り、幕末に続くということですので、広栄公の成した知識というのは非常に大きい方だと思います。はい、結果は広栄公、知将であり、優勝であり、毛利宗家を作った素晴らしい、武将だと思います。岩国東泉寺の武将でした。